に向かい。よろしいですか？どうしたの、プラフトン？はい、人形の私について聞いておきたいのですが、あれは一体どういうことなんですか？どうして私は人間の体を捨てて人形の体に魂を入れるような事態になったのか教えてください。それはごめん、それは私の口からは言えないよ。理由を聞いてもいいですよね。プラフタが人形の体になった理由を話すには、過去に何があったのかも話す必要があるの。けど、プラフタにとってすごく大切なことだから、気軽に話しちゃいけないかもって思って。ごめんね、プラフタ。意地悪みたいな感じになっちゃって。いえ、謝る必要はありません。ソフィーの言う通りです。とても興味深い話だったため、つい夢中になり、その点をおろそかにしてしまうところでした。夢中になるとつい周りが見えなくなってしまう、私の悪いところですね。こういう真面目なところもプラフタなのかもって感じるところなんだよな。